こんばんは。12月29日火曜日の夜でございます。平山茂と申します。皆さんこんばんは。どうも、本日もお仕事お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。今日でね、仕事納めという方も多いと思います。本当にこの1年間、みんなそうですけどね、いろいろあったと思いますが、本当にお疲れ様でした。まだね、今日もお仕事これからっていう方もいらっしゃると思いますしね、明日も仕事、明後日もお仕事という方いらっしゃると思いますけれども、最後走り切りましょう。大丈夫だからね。大丈夫ですよ。大丈夫、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 本当大丈夫だから。僕もやっと実家に戻りまして、実家のリビングからお送りしております。一応ね、引っ越し完了ということで、そして東京でね、お世話になった方、改めましてありがとうございました。これからはですね、また名古屋の方よろしくお願いいたします。名古屋とあとね、岐阜とか三重とか、静岡とかね、長野とか、そっち方面がね、僕のこうホームグラウンドっていう形にこれからなってきますので、いろいろね、お出かけをこれからしていきたいなと思っております。そして大丈夫だよも毎日欠かさず言っていきたいなと思っております。大丈夫ですよ。大丈夫ね、大丈夫だよ。もし東京で、東京の方で仲良くさせてもらって、いろいろお世話になった方、仲良くなった方、もしね、名古屋に来るなんで笑ったんだ。もしね、名古屋に来るときは、こんな僕でよかったら声かけてください。いろいろご案内できたらいいなと思っておりますし、最悪うちに泊まってください。なんかエアベッドもあるんで、ベッドが使いたい、僕のベッドが使いたいっていうようであれば使ってもらって、僕がエアベッドで全然寝るんで、全然うち泊まってもらっても多分問題ないと思いますので、ぜひ遊びに来てください。実際僕は東京に住んでた4年間の話ちょっとしますと、残念ながらですけど、女性が1日も泊まることはなかったですね。残念ながら僕はなんか統計で言うと、実家にいる時にしか彼女ができないらしいっていう。大阪に住んだ4年間も彼女はいなかったし、東京もトータル7年ぐらい、若き日の頃とこの最近の4年間で7年ぐらい東京住んだんですけど、この7年間は彼女はできたことないですね。なんでなんですか？なんでなんですか？やっぱなんかこう貧乏だからですか？わかりませんけども、なんかそういうのがあるということに最近気づきましてですね、それがあって名古屋に帰ってきたわけです。冗談ですよ、全然違いますからね。ということで、名古屋をね、これから盛り上げていくぞと勝手に思ってますので、名古屋といえば茂だろうと言われるようにね、名古屋イコール茂というこうなんかイメージをね、定着させられるぐらいこう成り上がっていこうかなと思っております。ということなので、名古屋本当に来る用事があるという方はですね、ぜひ、遊びに来てください。で、連絡してください。時間作りますし、全然いつでも OK です。何でもお任せください。もちろんね、名古屋にいる元々のね、お友達もたくさんいますので、そういった方たちとも濃い時間をこれからね、さらに過ごせていけたらいいなと思っております。熱い仲間たちもいますのでね、大丈夫ですよ。大丈夫だよ。大丈夫だからね。大丈夫だよ。ということなので、これからも、よろしくお願いいたします。本当に。さあ、今年も残りわずか、あと2日ですよ。あと2日、いい思い出作りましょう。そしていい年本当に迎えましょうね。
大丈夫だよ、大丈夫だからね、大丈夫、君は大丈夫、本当だからね、本当だよ、大丈夫だから。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。いい夢見てください。いい夢見てください。いい夢見てください。